呪情について、大半の国語辞書では、感情を述べ表すことを指し、呪字の単義語とされるが、各分野において、若干意味合いが変わる。講義では、非常に考え深い様子、対象に対して情緒あふれるものを感じること、胸が締め付けられるような切なさを超えた深い感動を指すもの。呪情という言葉は特に音楽の世界において、用いられる場合が多い。呪情の旋律。 叙情的な曲という表現は、常実の本来の意味に付け加え、物悲しい様子を上乗せして語ることが多く、悲しみ、哀愁、切なさという表現とは、若干異なり、そういった単体の感情を超越した意識下にある、様々な感情が入り乱れた、胸に訴えかける、直情的な微旋律を指して、叙情的と呼ばれる。叙情的な曲という印象を受ける曲調は対外。 マイナー調で非常に深みのある美しさに対して、そのような印象を受けるケースがほとんどである。よって、聞き手の気分をシリアスにさせる比率としては、叙情哀愁切ないという強度が成り立つ。哀愁であっても、気軽に哀愁とは呼べない深い情緒が伴うもの。それが、現代の一般論的な叙情性がある曲の定義とも言える。また、一般的に、 ヨーロッパ地方のトラッドフォークに通ずるものや、生と同の様式にのっとって構成された楽曲などに、叙情的と呼ばれる楽曲が多く存在する。よって、特にダイナミクスやドラマティックな楽曲構成を、おもんじられる、クラシック、ニューエイジ、プログレ、ヘビメタルといった音楽ジャンルでは、叙情の発生率は、必然的に比率は高くなる。竹久夢二の絵はがき叙情画とは、 吹矢孝二によって考案された言葉。吹矢にとっての叙情画は内に秘めた悲しみを外に、表した絵。主に、少女画法、礼女会、少女クラブ等の少女雑誌の差し絵を手掛けた、竹久夢二、高畠歌唱、吹矢孝二、加藤正夫、須藤茂る、松本勝二、田中良、中原純一などの描く、大正ロマン香る、美少女画を表すことが多い。 藤井千明、内藤るね、藤田美らの高橋誠と、昭和以後も活躍する世代もこの流れを受け継いでいると、される。ありがとうございます。